こんにちはえー、今日はね「あの思考は現実化する」っていうねあのよく言われている言葉があると思うんですけれども、まあ、言葉でもあるし、えーと思考「こうして思考は現実化する」っていうね有名な、ね、本も、えー、あると思うんだけれどもこの「思考は現実化するの」の思考ってじゃあ具体的にどういうもので えとどういうところに気をつけないといけないかっていうのをちょっとお話ししたいと思います。健、あのー、在意識と、ね、潜在意識っていうのはね、あのーまあ、あの皆さん聞いたことがもちろんあると思うんですけれどもその健在意識っていうのは自分が意識できる、えー、意識ねの,あの思っていること、えー、潜在意識っていうのは自分が意識できない、えー、意識っていうのかな。あのー コントロールできないあの意識の部分を言うんだけれども、この思考っていうのはその潜在意識からあの来ているものになるんですよね。もちろん自分で考えてるから、でこの潜在意識がえっ、ー、とその潜在意識に、えー、指令を出しているっていう感じなんだよね。だからあの要するにその、えー、建物で言ったらえっ、ー、と建物を作るのが、えー、潜在意識。 だとしたら、健在意識っていうのはそれを設計する人あのこれをこういうふうにやってくださいっていうふうに健在意識が潜在意識に伝えるそうすると潜在意識があ分かりましたって言ってその,あの建物を作るえ人生で言ったら、えー、とその未来を作るっていうことをするんだけれどもでその時に健、えー、在意識自分が何を普段思ってるかっていうのがあそういう意味でめちゃくちゃ大切になってきます。 えでうん、と例えばもう本当に些細なことでも、えー、まあ人ってね一日の中でもあの何万回もあの決断をしているし、まあ、いろんなあのそ想像とか思っていることってたくさんあるんだけれどもあのそれが例えば、えーとまあ、こんなことって自分にはできないよなとかあのこんなの絶対無理無理どうせ無理とか。 あのそういうことを考えがちな方はねぜひそこを思い直していただきたくってあのそういうふうに自分の思考の癖があると本当にそういうふうなだからやっぱりできないと思ってる人は実際にできないっていう現実を作ってしまうだってできないっていうことを潜在意識に指示していることになるからできない現実があの生まれてしまうっていうことなんだよね。 だからあの本当に普段何を自分が何を考えてるかっていうのをあの、えー、ちょっと前回,前回の動画でも言ったんだけど客観視する自分を客観視するっていうことがとっても重要になってきて客,客観視できると自分が何,か何を考えてるかっていうのも見えてくるやっぱりその自分の思考に巻き込まれちゃうと巻き込まれてしまってる時自分の頭の中でもう あの自動思考って言ったりするけど勝手なおしゃべりがどん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 始まってもうどんどんなんかストーリーができていってしまうとあのそこから抜けられなくなるっていうかそこに巻き込まれちゃうんだよねだからあのそうしているともちろん客観視できないしなんか、まあ、よくありがちなのはなんか不幸なストーリーに巻き込まれるあの人がもしあの、ね、なんだろうな例えばなんであの人は この間昨日こんなことを言ったんだろうこういうふうに私は思われちゃってるんじゃないかなとかあの人はこういうふうに私のことを否定的にあの思っているからこんなあの発言が出てっていうことは私はあのやっぱりこんなこともあんなこともできないしとかあのそういうストーリーだったりとかだからきっとこの未来はねこういうあのあのこんな悪いことが起きたらどうしようとか。 あのそうなった時に自分はあの,あの人にこういうふうに言ってやろうとかなんかまあとにかくそういういろいろな勝手なストーリーがあのどどどどん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 あの巻きき起こってきちゃうわけですあの右脳左脳っていう、えー、観点で見るとこれってえっ、ー、と左脳がねどん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 その自動思考っていうのをやっちゃうんだけどそこをとにかくストップさせてえっ、ー、と でストップさせるにはまずこれ気がつかないといけないその自分が何を考えてるかっていうのも気がつかないと止められないしそれを変更できないからまず第一に気づくっていうのが第一歩なんだけれどもあのとにかく四六時中自分が何を考えてるかっていうのをあの観察することがとっても大切になってくるのね。であのそれをなんていうのかな あのこんなことできないかもしれないきっと自分はあのこういうことってあの今までもできなかったしこれからもきっとできないみたいなこととか、えー、こんな、えー、と困難がやってくるんじゃないかとかこういうネガティブなあの思考ってどうしても出てきちゃうほっとくと出てきちゃうからこのほっといて出てきちゃうやつをほっとかないっていうことがとっても必要なのね。であのやっぱりこれをなくすコツの一つとしては。えーと 自分のんと望む未来っていうのを、えー、本当に期待する確信する信じるっていうところがとっても大切にあのなってくるんだけれどもあのね、えー、とこの自分の未来を期待する自分に期待するっていう部分に関して言うとあの私とかも自分も実際ずっと自分のに未来に期待するってすごく 怖くてできなかったんですねでなんで怖いかっていうとなんかね多分これは自分の自己分析するとあのちっちゃい時になんかでんぐり返しとかなんかジャンプとかしてなんかまあまあまあこれ見てこんな風にあのうまくできたから見ててねって言ってなんかお母さんを呼んで見ててねって言ってやると街、ま、なんか失敗するみたいなことってなんかよくあってなん,なんていうのかなできるからって言ってあの 見せようとしたらうまくいかないみたいなことをやっぱりちっちゃい時に体験したりなんかその期待しすぎてそれの通りにならないと自分自身にがっかりしちゃうとか何かすごく傷つくみたいなことを、まあ、何度かちっちゃい時ににんかそういうことっても、まあ、誰でもあると思うんだけど、まあ、それがすごくねあの自分としてはショックでなんかあんまり逆に期待をしないようになっちゃったんですよね。であんまり自自分分のの未来自分の将 未来とかなんかこういうことできるああいうことできるっていうところに、えっと、逆にわざと期待をしないみたいな癖がちょっとついていたんだけれどもでもねやっぱり最近思うのはこれはもうぜひ期待した方がよくって自分は絶対できるこういうふうになったもう最高だなもう絶対こうなりたいもう絶対何があってもこういうふうになってほしいなるんだっていうあの強い、えー、自分を信じる気持ちと えとその自分の未来に期待する気持ちっていうのをあのやっぱり強く持ち続けるとやっぱりその、うん、とネガティブな気持ちって出,出てきにくいしそこに戻ることができるっていうふうになことができるのでなのでぜひこの,あの自分の健在意識で思っていること健在意識自分の考えていることって本当に大切だからこれがもう全て自分の潜在意識さらに超意識 さらに言うと宇宙っていうところにリクエストを出しているのが自分の考えていること潜在意識から出たその思考っていう部分になるので,でこれ本当にちっちゃいことでもあのちっちゃいところからあのひっくり返していかないとあのなんてい,うのかなあのいい状態になっていかないのであのまずは、うん、と第一歩はまずね自分が何を普段考えてるかっていうのをすごく注意深く 観察するこれが第一歩でそれを観察してちょっとでもネガティブなこととか自分ってダメだなっていういつもの,そのぐるぐる思考みたいのが出てきたらこれを止める止めて、えー、と自分の期待自分の、えー、と将来とか未来、えー、どうしてもこうしたいというあの未来に期待をするっていうのをやめずに、えー、と自分を信じるっていうのを止 ここれを繰り返し繰りり返返ししやるっってていうととが、あのとっても大切になってきます。なのでぜひ本当にね私もねなかなかこれうっかりするとねできていないでき,で,きできていないというか巻き込まれちゃったりするんだけどもこれを本当にねコツコツやるしかないのであのぜひぜひこれあのやっていっていただけたらね一緒に私も一緒にやっているのでぜひぜひ一緒にやっていけたらなと思ってます。えー、今日はこんなお話でした。 えー、公式ラインでもね、あこういう話をもっと、まあのー、具体的にしているので、えー、ぜひぜひあのー、公式ラインにつながってくれたら嬉しいです。チャンネル登録,登録もぜひしてください、えー。最後まで聞いてくれてありがとうございました。